ラスアルティン宮殿はエジプトアレキサンドリア郊外に存在するかつて宮殿として用いられた政府施設。19世紀半ばにムハンマドアリーが建設に着手したが完成したのは彼の死後である1854年。完成後は彼の後継者たちが夏場の別荘として用いた。1892年。 さらに北東方向の海に面した場所に離宮が造成され、ラスアルティン宮殿は生活としての場から切り離され、公務用に改築された。その後も王家の施設として使用されていたが、1952年にムハンマド・ナギーブ・ガマール・アブドゥ・ナーセルらが起こしたクーデターの際には滞在していた。 ファルーク一世が宮殿からそのまま国外追放されてしまい、宮殿が事実上の大家終焉の地となった。現在、宮殿は政府の施設となっており、一般に公開はされていない。宮殿を訪れた日本人は数少ないと考えられ、記録されているのは1992年に同地でムバラク大統領と会談した池田大作のみである。 なお、総価学会の資料には、同宮殿を、ラスエルティン宮殿と記されている。ありがとうございます。